と今日の動画すごいフリースタイルですね。いつもと変わらないと思いますが、呼ばれたのはどうしたけど、もう動画のテンポがついていけないんです。今回説明するようなことないからね。じゃあなんで私を呼んだんですか。一般人の味方で感想を述べてくれるんでしょ。そういえばそうでしたね。なのでこのほとんど生存年月を当ててほしいのです。簡単じゃないですか。その心は、名盤を見ればすぐにわかるじゃん。カンニングって使用すること、それはハンティング。うわ、つむしがツッコミに回っている。勝手に世界を滅ぼしたな。話を戻して、樹脂ほとんど生存年月を当ててもらいます。ズバリ西暦元年から2020年までの間のどこかです。うん、その中に答えはあるんだけどね。キリストが生まれたと同時に製造されたのであれば西暦元年ですね。産業革命知っていますか。真面目に考えた方がいいですか。今までふざけていたんですか。これみたいな形の信号機、地元では大体昭和末期くらいのものが多かったです。この樹脂陶器、若干マイナーチェンジはしているものの、おにぎりと同じで数十年見た目が変化していないんですよね。塩素が焼け焦げているのが相当古いからってことでしょうか。大体そうですが、換気式とかだと切り替わらないので、特定のレンズだけ焼けることがあります。他にヒントはありますか。じゃあ他の陶器の名盤とかを見ていきましょう。答えは教えてくれてもいいですよ。本当に動画構成めちゃくちゃですね。よくでも切れば疲れているんでしょうね。じれったいので早くしてください。このくらいなら普通の進行だと思うんですが、文明様、このチャンネルのテンポにすっかり慣れてしまったのです。そげられたんやな。言い方てか、これ演出に全振りしてるやん。肝心の進行部が見えてない。編集さん曰く代表さんのお気に入りだそうです。じゃあ私たち喋らない方が良かったですかね。喋ってなんぼのボイスロイドだと思うんですが、ていうかこれ誰がコーラスタンドをしているんですか。代表さんですよ。恥ずかしくないのかな。代表さんが羞恥心持っていると思ってことやろ。ない。わかった。いいえ、これだけ時間を与えたんだから分かりましたよね。無理でした。じゃあそれっぽい答えをガチで言ってみてください。うんと、だいたい昭和60年くらい。ファイナルアンサー。ファーストアンサー。昭和51年生、46年前。お疲れ様です、ズン姉様。最後まで走り切った感想をどうぞ。感想ですか。一言でお願いします。そうですね、今回の動画を一言で表すのであれば、それはやっぱりめちゃ